脱げてもらう。お疲れです。どうした？何やってる？今日なんかえらいもん集めとるですね。すごいですねこれ。えらいもん集めとるですね。とんでもないもん。これなんですか班長。今日の企画は。これは社長のね。ブランドもんたちですよ。はい。なんか聞く噂によるとめちゃくちゃ最近ブランドもん買ってるみたいな。そのあれだよね。2万人かなんか達成の祝いでなんかプレゼントしたやん。経費使って怒られて。そうそう。で経費使って怒られて、そっからなんかちょこちょこ買ってるらしいね。全然違いますか？服着てるの。全然違う。前と全然違うですよね。こんなん着てなかったの。ま前なんて多分あれですもんね。お宝倉庫かなんかに売ってる100円のダウンとかそういうの。セカンドストリート。セカンドストリート系でしたよね。だってなんだろうって僕昨日マジで5時半に会社来いって言われて、で僕作業着のまま行くと思うじゃないですか。そしたらなんかメッセージ入ってきて4時ぐらいに「私服に着替えてこいよ」みたいな。で社長昨日なんかその集まり行ったんですよ。あれ僕も行くんかなと思って、僕しっかり私服に着替えて名刺持ってったんですよ。そしたらなんかまあ行くぞでなんか栄連れてかれて。でちょっとまあ集まりの前にちょっと服買いたくてさ、服買って、はい、でその車をなんか「ちょっと乗っててくれ」っつって「あれ僕一緒に行くんじゃないですか」いや乗っててくれこれ」買い物付き合わされただけ1時間。それのためだけ出費以外でわざわざ来て鬼っすね。で車に置いてけって言われてさ、車をいつもタクシー帰って自分で自腹にやった自腹自腹。結構ね、最近ひどいですよ、そこが。ひどいね。企画はね、今日の企画は、この服をね、社長のお母さんに手配していただいて、いっぱい持ってきてもらいました。もう着ちゃって、僕ら着ちゃって、社長は絶対着れるんで、そこでも豊さん登場する。登場とかもう最初からおるからね、全然そこでもう気づくか、まあ気づかなかったらそのまま着てってもいいもんね。そうそう、めちゃくちゃいいもんあれだもんね、これ。じゃ、これ、こっちに隠さなかった、こうやって、見えんように。やらしいもんね、これ。やらしい、やらしい。じゃあ早速に着替えますね。はい。お前分からんかもしれんな。ワンチャン持って帰れるな。ああそうなんだね。気づかんの持って帰れる。なんか青くなってません？最新で17万。やらしいやらしい。めちゃくちゃやらしいでしょこれ。お疲れです。トークの撮影しました。トーク撮影しました。そう。はい。所長どうですか？あれいいよ。4人でトーク撮影です。めちゃくちゃ盛り上がるトーク撮影しました。めちゃくちゃ盛り上がるトーク撮影しました。盛り上がってないね。これから盛り上がる。つまらんねえな。最近つまらんねえな。見た人来とるよ。そうですね。トーク撮影。ゲスト。何のトーク？はい。何のトーク？いや社長についてっていう。そう。社長について。まあ俺面白いねな言っても。そうですね面白いね。まあ言っても俺面白いでやっぱもう自分が怖い才能が才能っていうか才能が俺に寄ってきとる感じ。俺が才能に寄ってとるんじゃなくて才能が俺に寄ってくる。すでにだから0とか100とかない。才能っていう言葉すら俺のためにある。何どう。どうしようファッション関係がいいですね。ファッション関係あれどうしたの？最近ないけどディスクや。はい。嘘、ディスク昨日買った？僕は買ってないですね。ディスク見てます。めちゃくちゃおしゃれおしゃれですね。めちゃくちゃディスクとかディスクって。あ、俺の？なんだお前なんで俺のやつだろお前お前俺のだろお前。そうです、ディスクです。これ俺のだろ昨日買ったやつ。なんか偉そうにしてる若い人が。あ、そうですね。お前くれてると思ったらてめえの1ヶ月分の給料だぞこれ。お前、靴下脱げてもらう。今日だけど、みんなで持ってきて、取ったけど、これだけは高くて外れた。これだったら見た？で、結構似合ってるな。ちょっと汚い。ダサいってそれ。あれ？どうしたらいいじゃん。それだけでやるとダメージジーンズって流行っとるっすね。流行っとる。ダメージジーンズはいいんだけど、ちょっと薄い。くたびれ感がついてない。お前お風呂入ってねえのにまだお前一回も。いや、もうラベルとかどうしたの？取った？いや、隠した。え、昨日で借りてるから悪いわ、新品だもん。そんなわ、ほらもう3000円ぐらいのズボンだよ。何やったのどうやって持っていいだろ、こんなのお前。これいいね。どっから持っていいだろ、俺しか買ってきた。お母さん、スパイ1号お母さん。あったけ最近調子に乗ったらしい。分かっとるってもう。最近調子に乗ったら最近調子に乗った。怒られたんですよ。金ばっかり使いすぎて。すごい怒られて。何よ。社長にさ。文句の中まで来てる。文句れ文句れ。ダブル文句れ。やばい。お前何新規だもん。引きやかし。お前が来るともうロックだもん。大体俺となんか変なことされてる。大体来ると俺変なことされてる。お前さんめちゃくちゃ高いでな。そう知ってる。しかも俺買った時に2本にあと5個しかないやつ買ったんだよ。これだからフィリピン行く前にバッグ欲しいなって、俺初めて人生初めて一人買いに行った。まあすごくない？すごいですよ。デニムはデニムは釣り入れてくれ飲みに行くかと名刺までちゃんと持ってってじゃあ俺指示がお客さんの前からね。とりあえず飲みに来たやつやね。まあいやいやもう閉めよう閉めよう。何でもいいから閉めよう。前にカメラ回してまだボコボコにしてる。じゃあもう本当に大事にしてる。今日は勝ちっすね僕たちの。勝ちやね。大勝利大勝利。今日大勝利。目が目が。こっち隠れたこっち隠れた。こっち隠れた。こっち隠れた。じゃあもうあんまり動かんね。マジで。殺すぞもう。お前この現場見たらくしゃくしゃしちゃうかも。見た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 。チャンネル登録といいねお願いします。またこれからバンバンで YouTube の経費でこういうブランドものとか買っていきたいんで、はい、買いと思いますので、時があるから、はい、どんどん晒していきたいと思ってます。はい、また見てね。はい、OK です。はい、あれゲイ。やばい、あれゲイ。あかんよ、待ってる。おしもし。これ今のおまけで入れといて。丸入れて。